ハイカット。どうでしょう。何テイク目？今ので42です。君に死が迫ってん。はい。本物の恐怖あった？はい。自分では出そうと思う。だから出したら嘘になるでしょ。はい。出すんじゃないの。出るの。はい。出るっていうの。だから本物をくれよ。恐怖に染まった本物の顔なんで嘘になるか教えてやろうか。お前の人生が嘘ばっかりだから、嘘ついてばっかりだから、嘘まみれのその面いい加減吐かせよ。おい、ちょっとやりすぎだな。わけが口挟むな。俺は俺の作品だ、俺の作品だよ。てめえはリハの時からぐた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 口答えばっかしやがって。一回休憩入れよ。ね、休憩。監督、30分休憩入れても。今日は一段と荒ぶってる。ちょっと外の空気吸ってくるわ。あ、はい。大丈夫かな。はい、大丈夫。大丈夫。あいつマジやべえって、気狂ってるよ。私が監督の求めるとこまで行けない。いやこれ以上やってもさ、何回もうちとかやるんだったらそれ。頑張るから。最後さ、もっとガッて強く来て。今日行っていい？早く風呂入りて。一緒に入ろう、ね、はい、どうぞ。どうぞ。座って。いやー、42テイクはやばいね。すいません。いやいや、あいつが頭おかしいんだって。いや、本当に本物の音使いますよ。超危ないんですけど。え、何？なんか屋上にありったけの血のり持ってこいって。屋上何すんの？知らないっすや。頭からかぶって吹き上げるように見えないですか。監督っていつもあんな感じっすか。あ、まあ今回は特にね。この映画にかけてるみたいでさ、ずいぶん借金もしたみたいよ。マジっすか、借金。ん、私ちょっと集中してきます。いや、そんな方がいいって。一回リラックスしな。うん、座って、うん、真面目ね、本当に。でもよくこんなとこ見つけましたね。ホラー感半端ない。監督が日本中の廃墟何百箇所も回って。なんかこう雰囲気ガチっすよね。まあここガチでヤバい場所だからね。え、いや、噂よ噂。ほら
ネットとかに載ってる都市伝説みたいな。ここね、表向きは浄水場として作られたんだけど、裏では日本軍がある実験に使ってたんだって。ある実験？人体実験。人体実験？一説によると死人を生き返らせてたとか。それって でね、この噂には続きがあってね。続き、うん、マジびっくりした。タイミング風かな、ナオさんって、趣味って何ですか？趣味？趣味。何急に。楽しい話しよう、楽しい話。うん、趣味っていうか、今はあれ、護身術勉強してる。護身術？うん。いやほら、こういう仕事してるとさ、若い子と絡む機会多いでしょ？空いた時間に教えてあげたりとか。例えば、こう前から襲ってきたでしょ。前から。こう。いてみたいな。すごーい。じゃあ、後ろからみたいなパターンは。あ、はい。あ、じゃあこうグッと来てください。あ、はい。はい、失礼します。はい。グ。パン。おお、抜けた。すごーい。そのポンっていうの、ああこれ言う言わないで全然違うのよ、抜け方が。へえ、うん、全然抜けられちゃう。すごい。それやってもらったんですか？芸達者じゃないですか。出ちゃいます。カメラ回しますよ。ちょっと、なんすか？え、ちょっと、なんすか？こんなの作ってたっけ？はあ、すげえ、めっちゃリアルじゃないですか。持ち悪い。すごいね。
ちょっと、ああ、え、ちょっと、やだ、これ何ドッキリよ。ちょっと、もうやめてよ、もうね、いいよ、それ出しなよ。撮影だよ。あんた状況分かってんのかよ。おい、これが映画だよ。これが映画だよ。見られてるんだよ。これが映画なんだよ。やめろ、見てるのよ。嘘が一つもない。本物だよ、本物。撮影は続けるぞ。カメラは止めない。このまさかだよ。血はもう巻き終わった。血？そんな、あの噂が本当だったなんて。ちょっと何の話してるんですか？あれはちょうど1年前の夏、めまいのするようなクソ暑い日だったよ。俺は部屋にこもってこの台本をひたすら書いてた。そんなある日、ネットに転がる妙な、ちょっと、お、待て、ちょっとってなんだ。ちょっと、はすぐ戻るね。外にはねえ、俺バケモンか。そうですよ、今やったら危ないですよ、絶対。なんで急にどうしたんだよ。ちょっとってなんだよ。ちょっと、やばいさ。やばい、撮影は続ける。カメラは止めない。やったんだ。
怪我はない？大丈夫。怪我はないですか？大丈夫よ。あんたは？大丈夫です。怪我は？はい、さっき。あ、そっか。わあ、はい、大丈夫です。いや、まずはみんな怪我がない、何よりよ。怪我がない、よかった。怪我がないっていうのは本当にいいことよ。ね。無駄よ、ここら一体完全に圏外。奈緒さん、さっき監督が言ってたのってもしかして奈緒さんが言ってた噂と？血の呪文を唱えるとそれは蘇る。はい、噂の続きよ。それ、説明は後。今すぐ山を降りるわよ。外の車で。いや、外には化け物が。他に方法がある。こんなとこにいたって誰も助けになんて来ないのよ。それって何ですか？一体ここで何が起こってるんですか？外の車に走るわよ。化け物も全部私がぶっ殺す。誰が持ってるんですか？多分笠原から。笠原さん、